ジョー・ストラマー、ジョン・グレアム・メラー、ジョン・グレアム・メラー、1952年8月21日から2002年12月22日は、イギリスのミュージシャン、パンクロックバンドザ・クラッシュのボーカリスト、ジョー・ストラマー、ジョエ、ストラマーとして知られる。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第44位、トルコのアンカラで生まれる。父親は、 外交官、母親は看護師。父の海外転勤に伴い、カイロ、メキシコシティ、ボンベ幼少期を過ごした。10歳の時、ジョーは兄のデビットと共に、ロンドン近郊のサリーにある、私立学校、シティオブ、ロンドンフリーメンズスクールに寄宿生として入学。学生時代、両親に会うことは、ほとんどなかった。この頃、ビートルズや、ビーチボーイズ、ローリングストーンズ、 ウッディガスリーのレコードを聴くようになり、ロックへの興味を持ち始めた。この影響からか、彼はクラッシュを結成して、名前をジョーストラマーに改めるまで、ウッディと名乗っていた時期もあった。在学中、兄のデビッドが自殺。彼とデビッドは兄弟として、決して親しい間柄ではなかったようだが、デビッドの自殺は、彼の人生観を決定的に変えた出来事であった。 デビットが白人史上主義を標榜するイギリス国民戦線に入党していたことから、それが何らかの形で彼の自殺につながったのではないかと当時のジョーは感じていた。このことが後にクラッシュが反ファシズムの姿勢を明確に打ち出す一因になったと考えられている。1970年私立学校を卒業した彼は、 プロの風刺漫画家を目指し、ロンドンセントラルスクールオブアートデザインに入学。在学中は、ロンドン北部のパルマーズグリーンで、クライブティンパーレー、クライブティンパーレーとタイモンドッグとフラッシェアをしている。1973年、ウェールズにあるニューポートに転居し、ニューポートカレッジオブアートに入学するが、間もなく、退学になる。この頃、 彼は友人たちとザ・バルチャーズというバンドを結成。正式なメンバーとしてではなく、時々、ボーカルとリズムギターとして活動していたが、1974年に解散。この間、彼は、墓掘りの仕事をしていた。バンド解散後、ロンドンに戻り、ドッグと再会。しばらくの間、路上で演奏をしていたが、当時のルームメイトたちと、新たなバンドザ・101アーズを結成する。 バンド名は彼らの無断居住していた住所がウォルタートン通り101番地であったことに由来する。バンドは主にロンドン市内のパブで R&B やブルースのカバー曲を演奏していた。1975年、それまではウッディ・メラーだった2名をジョー・ストラマーに改め友人にもその名で呼ぶよう強要した。このストラマーという呼び名は サイドギターという彼のポジションを示すものだが、自虐的な面もある。左利きの彼に、ドックが右利きとして、ターの演奏方法を教えたため、結局コードを書き鳴らす程度にしか上達しなかった。バンドでは、リードボーカルだった彼は、この頃から、作詞、作曲を始める。その中の一曲、キーズ・ツー・ユア・ハートは、後にスリッツのドラマーとなるパルモー・リブこと、 パロマ・ロマーノとの恋愛に触発されたものであり、この曲はザ・101アーズのファーストシングルとなった。1970年代初頭、彼はパメラ・ムールマン、パミラ・ムールマンという南アフリカ国籍の女性と結婚している。これは彼女が英国に滞在し続けるための偽装結婚で、謝礼として得た金で彼はロック活動で、 生涯の伴侶となるフェンダーテレキャスターを購入している。その後、ギャビー・ソルター、ギャビー・ソルターという女性と1978年から1993年まで同棲し、自助の父となったが、パメラ・ムールマンが所在不明で離婚の手続きが取れないことを理由に結婚には至らなかった。1993年に、当時は結婚していたルシン・ダテとルシン・リテと出会い、 1995年に結婚。結婚生活は彼の島で続いた。1976年4月3日、ザ・101アーズはそれまで無名であったパンクロックバンド、セックスピストルズと共にロンドンのナッシュビルルームでライブを行う。セックスピストルズのパフォーマンスに強い衝撃を受けた彼はしばらく後に、 後のマネージャーとなるバーニー・ローズとギタリストのミック・ジョーンズに接触した。以前からジョーンズにバンド加入の誘いを受けていた。彼はザ・百一アーズに見切りをつけ、ポール・シムノン、ベース、テリー・チャイムズ、ドラム、キース・レビン、ギターを加えた5人でザ・クラッシュ、命名はポール・シムノンによるを結成。クラッシュの一員として活動していた期間に彼は バンドのメンバーと共に何度か逮捕されている。1977年6月10日には、トッパーヒードンと共に、ホテルの壁にザ・クラッシュと、スプレーで落書きしたために逮捕され、1980年代初めには、ドイツ・ハンブルクでのライブの際、暴れた聴衆を、ギターで殴ったとして逮捕されている。1982年、アルバム、コンバット・ロック発売前に、 バーニー・ローズの発案で、アルバム売り上げを増やすための話題作りとして、彼は姿を消す。しかしこの行動が、メンバーの怒りを買い、メンバー間の緊張が高まり、クラッシュの崩壊が始まる。コンバットロック発売直前にトッパー・ヒードンが、ヘロイン中毒により合体を申し出、1983年3月28日に、カリフォルニア州サンバーナーディーノで開催された。 U.S. フェスティバルを最後にジョーンズはクラッシュを解雇された。1985年11月、新たなメンバーを迎えたクラッシュは、結果的にバンド最後のアルバムとなる、カット・ザ・クラップを発売するが、ファンと評論家の双方からこき下ろされる結果となり、彼はクラッシュの解散を決意。およそ10年にわたる活動は、こうして幕を閉じた。 一年後の1986年、彼は再び、ジョーンズと共に活動し、アメリカ映画、シドナンシーに楽曲を提供している。ジョーンズとはこの後も活動を共にし、ジョーンズの結成したバンドビッグオーディオダイナマイトのセカンドアルバムに参加している。1987年には、アレックス・コックス監督の映画、ウォーカーに出演し、映画のサウンドトラックにも、 楽曲を提供。同年に公開された映画ストレートトゥヘルにも出演している。1987年秋から1988年にかけてはギタリストとしてザ・ポーグスのツアーに参加、病気のフィリップ・シェブロンの代役。1989年にはジム・ジャームッシュ監督の映画ミステリー・トレイに脇役として出演。 1990年には秋リス・マキ監督作品、コントラクトキラーにも出演を果たし、作中ではパブで演奏をするギタリストとして、ザ・ポーズスから提供された2曲を歌っている。この時期、彼は映画での仕事を主に言っており、俳優としての仕事のみならず、上記以外の複数の映画への楽曲提供を行っている。1989年、 バンドラティーノロカビリー王と共にソロアルバムの作成に取りかかるが、その後発表したアルバム、アースクエイクウェザーは、商業的に失敗に終わり、ソニーレコードとの契約を失う。この前後10年間ほどは泣かず飛ばずの時代であった。1990年にはザ・ポーズのアルバム、ヘルズ・ディッチのプロデューサーを務め、1991年には、シェイン・マガワンの脱退を受けて、 バンドに加入し、ライブツアーのボーカルを務めた。1994年4月16日には、チェコ系アメリカ人のバンドダーティーピクチャーズと共に、ラハで開催されたユーゴスラビア紛争難民のためのチャリティーライブに出演。このライブでは再びクラッシュ時代の楽曲を披露している。彼自身は、クラッシュ解散から、この時期までを、荒野の数年間、ザ・ウィルダーニス・イヤーズと評しており、 クラッシュ解散以後、華やかな世界からは姿を消していたが、1995年にはデベラーズ、1996年にはブラックグレープといったイギリスのヒットチャートに登場するミュージシャンたちと活動し、再び華やかな音楽の世界へと姿を見せた。1990年代半ば、彼は優秀なミュージシャンを集めて、バックバンドザ・メスカレロスを結成し、 1999年には、ファーストアルバム、X、ベースタイルを発売し、イギリスと北米でライブツアーを開催。2001年には、セカンドアルバム、グローバルアゴーゴーをリリース。北米、イギリス、アイルランドでツアーを行う。2002年11月15日、ロンドン西部のアクトンタウンでストライキ中の、ロンドン消防組合のためにチャリティーライブを行う。 この日のライブの聴衆の中には、かつてのクラッシュのギタリスト、ミック・ジョーンズがいた。ライブの途中、ジョーンズはステージへと上がり、ストラマーと共に、クラッシュ時代の曲、バンクローバーを演奏。アンコールではさらに、白い暴動と、ロンドンは燃えている、を演奏した。このライブは1983年以来、ジョーとミックが同じステージ上に立った初めてのライブであり、そして、 最後のライブでもあった。2002年11月22日には最後となるライブをリバプールで行う。この頃、彼は U2 のボノと共にネルソン・マンデラが主催するアフリカでのエイズ、撲滅運動のために同作曲を行っており、2003年2月にはロベンジまでチャリティーライブを行う予定であった。2002年12月22日、 サマセット州ブルームフィールドにある自宅で死去。当初の発表では、死因は心臓発作とされたが、解剖の結果、先天性の心臓疾患だったことが判明した。バンドのメンバーであったポール・シムノンとミック・ジョーンズによれば、トッパー・ヒードンを加えた4人で、クラッシュがロックの電動入り受賞式で再結成することを検討している最中であっという。また、彼自身は、 以作となるサードアルバム、ストリートコアを制作中であった。亡くなる前の晩には、クラッシュの殿堂入りに合わせて発売されたベストアルバム、エッセンシャルラッシュの収録曲を選ぶ作業をしていた。2003年2月に開催されたグラミー賞受賞式では、エルビス・コステロ、ブルース・スプリングスティーン、スティーブ・バン・ザント、デイブ・グロール、元ニル・バーナ、ゲン、フー・ファイターズ、ピート・トーマス、 トニーコナル・ノーダウトによってロンドンコーリングが演奏され3月にはクラッシュはロックの伝道入りを果たしたストラマーのキャリアを通じてのメインギターはストラマーがストラマーキャスターと呼んだ1966年製のフェンダーテレキャスターで元々はサンバーストボディに白ピックガードだものであるストラマーはこれをザ・101アーズ時代の1975年に 入手した。テレキャスターを選んだのは、当時彼が憧れていたウィルコ・ジョンソンが使用していたためである。クラッシュ加入後、このギターはグレーの上に黒を重ねてリフィニッシュされた。1979年にはノイズの文字がボディ上部にスプレーされ、ラスタキのステッカーがピックガードのホーンで貼られた。そしてイグノアエリアンをオーダースのステッカーがブリッジの上部に貼られた。アルバム 動乱リリース時にはブリッジは独立サドルのものに、またチューニングペグも初期のクルーソンタイプから当時のものに取り替えられ、大きなクエスチョンマークがボディ裏に描かれた。これ以降ギターの構成は修正このままで、ステッカーが追加されただけである。黒の塗装はストラマーの激しい演奏により徐々に剥げ、下塗りのグレーやオリジナルのサンバースと、さらには生地まで現れているストラマーが、 セットリストを貼り付けた一角以外、フェンダー社は後にメキシコ製テレキャスターをベースに塗装のハゲやパーツのサビなどでこのギターのイージを再現したジョーストラマーテレキャスターを生産した。ストラマーはこのほか初期にはグレッチホワイトファルコンやホフナー、九百七十七年には九百六十年代半ばの白いエスクワイヤー、スーパーブラックマーケットクラッシュの ジャケット写しで投げているもの。ライブでもたびたび使用や黒ボディ、黒ピックガードにメイプルシバンの1960年代後半のテレキャスター、ナチュラルフィニッシュのテレキャスターを使っている。さらに映画、ロンドンコーリング、ザ・ライフ・オブ、ジョー・ストラマーの映像では、ストラトキャスタータイプのギター、おそらくはフェンダーリードアイの使用も確認できる。アンプについては、ストラマーは、 ローランドジャズコーラス、ボックス AC-30、マーシャルの仕様が知られているが、彼のメインアンプは、ミュージックマン HD212150 である。ストラマーは、アンプ選択についてこう語った。フェンダーの古いアンプを探す時間がなくてね。ミュージックマンは望みに近かったんだよ。プラスチックの外装はひどいけどね。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。